バイトとかはされてたんですか？バイトはハンバーガー屋さんと着ぐるみの中の人と着ぐるみとかやってました。プリキュアの中に入ってました。へー。で、プリキュアになって敵を倒してました。ガチガチの出役ですね。途中で倒れてみんなの力が必要だって言って、わー頑張ってって、お姉さんが、はい、はいはいはい、で復活して狼を倒してました。あ、思い出した、その当時 の、 あの必殺技ありますよ。いきます、プリキュアピースサンダーこれです、私の必殺技はこうやったらその先で敵が倒れてました。アナウンサーになるために何かやってたこととかってあったりします？アナウンススクールとか通ってましたね。あとは九州の放送局でお天気キャスターみたいなやってました。いつからアナウンサーさんになりたいって思ってたんですか？大学2年生ぐらいですかね。なんか当時からテレビの仕事とかちょっとやってて、あ、なるほど。でその現場の方とかに進路相談をしてて、うーん、でアナウンサーは目指してみたらって言われてきっかけになってって感じです。今日はですね、 FC 東京強化部の小池俊樹さんにお話を伺いました。スカウトとかされてるんですよね。で大学サッカーの話を聞いて、 ある有名なサッカーが有名な大学のサッカー部の取材とかもしてるんですけど、まあ私の大学生活とは違う、 うん、あんなストイックな大学生活を送ってたらもっと違う自分になってたかもしれないですね。3回連続でお届けしています育成スペシャル、今回は大学サッカーを取り上げます。大学を卒業した方がプロになった時どうしてこんなに強いのかというのを深掘りしています。ご覧ください。